いらっしゃい。ようこそスナックエンビーガブリエラへ。はーい、皆さんこんにちは。こんにちはって。こんにちは。スナックはこんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。なんならいらっしゃい。いらっしゃい。エッグポーズ。エッグポーズわかります。押し切り萌えちゃん。じゃあこちらのカウンター側からお客様の皆様と乾杯をしたいと思います。はーい。じゃあ行きますよ。はーい。に、せーの、乾杯。あー、テレビ朝日。ロコンズ出てるな、出てるな。はい、それはなぜかと言いますと、なんと私たちすでにツイッターなどでつぶやいて皆様にご協力いただいてるんですけれども、この度ミュージックステーションの、オーディションに応募しまして、1時通りまして2時の、投票に進んでおります。驚きだ。驚きももなき。ひだき。こちらのオーディションの内容はですね、このオーディションに、勝ち進んでいくと、最後に優勝した一組が、今年の秋に放送されるミュージックステーションのスペシャルに出演できるという内容になっておりまして、ただいまウェブ投票中で、専用のサイトで、たくさんの応募者の中でいいなと思った人に1日1回投票できる仕組みなんですね。いやー、はい、こちらが8月の18日まで投票できるので、皆様には、ギャビンのみんなには毎日投票をしていただいているはずという現状でございます。あー、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、M ステって言ったらさ、本当に長い歴史があるじゃない。歴史、歴史、もうずっと生まれてこの方見てきたよね。そう、もう物心ついた時からミュージックステーションを金曜日の夜の8時には絶対見てた。見てた、見てた。なんか、あれ、思い出ありますか、ミュージックステーションの。ミュージックステーションの思い出で言うんだったら、私、なんと観覧に1回行ったことがある。すごーい。あなたいろんなところに首突っ込むのね。それが、でも私それ見ながらやっぱ思ってたの、いつかはあの階段降りたいななんて言って、私家の階段降りるときとか練習しながら降りてるの、いつもこう M ステからの階段でこう出てくる、こう練習とかしながらこういつも降りてんだけど、っていうか、なんといっても M ステって言ったらもう生放送っていうイメージね。だからさ、なんかこう M ステでしか見れないその、まあ、言っちゃうけどハプニングみたいなところも、それも楽しみ。なんかアーティストの方 の, その例えばこう歌詞がこう急に飛んでしまった時とかの、全然他の音楽番組では見れないならでは の, その対応とか、ふとした表情とかが見れる番組だから、すごい貴重なライブみたいなもんだもんね。そう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 、そう、ね、それはでも毎回楽しみにしてるね。私はですね、一番感動したのは、感動したのっていうか、昔その、ともちゃんが、カハラともみちゃんのファンだったんだけど、で、その、カハラともみちゃんが歌詞を、すっ飛ばしちゃった時があって、それがあったんだけど、で、ラララで歌うっていう、笑顔でラララを歌った時に、この子って歌詞間違っても本当に可愛いって思った。そのハプニングがすごく功を奏す時もあるよね。そうそう、なんか好感度がすごい上がる。その前にあるトークもさ、生なわけでしょ。はぁーと思って見てる。そのトークの時とかさ、ちょっと後ろのアーティストとかも気になったりとか、あのね、後ろにいる人ちょっと可愛かったりするよね。そう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 。普段ちょっとなんかもうビシッてしてるような人たちがさ、なんか後ろでちょっとね、カメラ回ってますよって思うんだけど、後ろでなんかこうね、仲間同士とか、そうそうそう、喋ってるとこもまた可愛い。あれも本当生ならでは、生なら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 では。そして私は何よりも言いたいのは、はい、笑っていいともに半年間出させていただいたんですよ。その時にタモリさんに毎週月曜日お会いさせていただいてたので、もし今回出れたらお久しぶりですって言いたい。ああ、そうだね、私も会ってたもんね。覚えてくださってたら嬉しいな。嬉しいよね、本当に。こういう感じでもう M ステ上げが止まらないこの会話なんですけれども露骨ですか。露骨に M ステを上げていくっていうね、本当
投票の一票には何の関係もないんですけれども、もう一度、告知させていただくんですけれども、現在ミュージックステーションのそのオーディションのホームページでエビガブリエラの、フォームがありますので、そこで投票するというボタンをポチッと毎日1人1回押すことができますので、8月の18日までぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで次の産地の審査に行って最後まで残れば私たちは階段を降りることができます。ぜひ階段を降りたい降りたい階段を降りたい降りたい降りたい階段を降りたいか ということで、じゃあツイッターでは見せてもらってるんですけれども、ここで秀樹さんに階段を降りたいっていう気合を、そうですね、じゃあこの前が、そうですね、ツイッターで流れてたのが10サスーンぐらいだったので、これ一気に飛んで倍の20サスーンで表現してみていただこうかと。お願いします。お願いしました。それではお願いします。かしこまりました。それではご覧ください。20サスーンささ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 すリミックスバージョンでお届けいたしました。いや、リミックスバディフリーズ井口とか止まらない。バディバディバディバババババディバディバディババ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 バダメだよ、それはこの人の先輩特許だから。やって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 、かわいい